皆さんおはようございます。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、鉄工所から学ぶ新分野進出のヒントというテーマでお届けいたします。世の中にはですね、不思議だと感じることが時々あります。先日新潟県の村上市に行った時のことでした。地元の大先輩の経営者からクエスチョンマークですね、なぜと思うことを聞いたんですね。村上市のある鉄工所がですね、鮭の加工食品を製造販売しているというんですね。鉄工所と鮭、この鮭は魚の鮭ね、鮭の加工食品、私の頭ではどうも結びつかないんです。で、私はすかさず質問しました。なぜ鉄工所が鮭の加工食品を製造しているのですかと。村上市は新潟県の最北の、ね、市なんです。で、かつては村上藩の城下町として栄えました。面積は県内最大で、人口は約7万人、そして新潟県内では第8位ということになります。特産物としてはお茶、村上牛、そして三面川の鮭が有名なんですね。平安時代には京都の王侯貴族に三面川の鮭が献上されていたということなんです。その後江戸時代になるとですね、村上藩の主要な財源になったのが鮭ということなんですが、江戸時代の後期になると徐々にですね、不漁ですね、取れなくなってきたわけです。そんな時、青戸部平次という方がですね、世界で初めて鮭の回帰性を発見したんです。この鮭の回帰性なんですけども、鮭が生まれた川に戻ってきて産卵することですね。今ではね、当たり前に皆さんが知っていることです。そしてこの鮭の回帰性を生かして種川の精というね、世界初の人工孵化増殖システムを作ったそうです。これによって三面川の鮭の漁獲高は飛躍的に増えて、藩の財源も潤ったということですね。そして村上は鮭の町として全国的に有名になりました。このように村上市イコール鮭というイメージが定着しているので、村上市の企業が鮭関連の業界に参入しても何ら不思議はないんですが、鉄工所というのがね、どうも私には引っかかっていました。そもそも鮭の加工食品を製造するノウハウ技術も鉄工所が、持っているとは思えなかったからです。私は気になったので翌日早速調べてみました。確かにありました。鉄工所が鮭の加工食品を製造販売しています。さて、今日の本物の商売を目指すポイントです。この鉄工所は遠山鉄工という会社です。そして塩引き鮭専門店元祖三面屋というネットショップを運営していました。なぜ鮭の加工食品に参入したのかといえば、先ほどの大先輩経営者によれば、遠山鉄工所の所在地は鮭が取れる三面川河口のすぐ脇にあるからっていうんですね。そう思いながらネットショップを読んでみるとありました。工場は三面川の河口からたった500メートルのところにあるそうです。だから取れたての鮭を生きのいいまま加工することができるということなんですね。これが、この会社の強みです。それだけと思ったのですが、どうもそうらしいんですね。参考までに遠山鉄工所はプラント工事、青函工事、鉄筋工事、配管工事などを手掛ける会社ですね。それにしてもね、世の中には面白いところに目をつける人もいるということです。この遠山鉄工所の事例で思い出した会社がありました。それは広島県呉市のですね、有限会社瀬戸鉄工という会社ですね。瀬戸鉄工は1970年の設立で、主に自動車メーカーや弱電メーカーの樹脂に、成形加工やプレス加工を行っている、こんな会社なんですね。そしてその技術を生かして食品容器の製造も手掛けるようになって、食品業界とのつながりができたわけです。
そして、容器だけでなくですね、なんとイカの姿フライの一時加工をすることになったそうなんですね。まあ、どのようなね、いきさつかよくわからないんですけども、まあ、イカの姿フライ、これの一時加工をやることになったと。そして、今から20数年前、前社長が地元の小学生がサッカーボールを蹴ったら骨が折れたという新聞記事を読みました。そこで前社長は骨が丈夫になるカルシウムを子供に摂取してもらおうと、地元瀬戸内海のいりこを利用することを思いついたそうです。このいりこというのはですね、イワシの煮干しのことを言います。そこで登場したのが社内にあったプレス加工装置というわけなんですね。これを使っていりこを加熱加圧するとですね、サクサク食べられるせんべいができるんだそうです。そして地元の小学校に無料で配ったところ、小学生やその保護者からですね、大きな反響があって商品化することになりました。それにしてもですね、樹脂のプレス加工をする装置でいりこのせんべいを作るなんてですね、まあ通常思いつきません。前社長の素晴らしい発想力だと思いました。さて、その後、瀬戸鉄工なんですが、プレス加工技術を応用したですね、乾燥食品粘性装置を開発して、瞬間高温高圧粘性法としてですね、特許これ取ったんですね。ちょっとね、ややこしい名前なんですけどね。この装置でせんべいを製造すると、一つ目が衛生面で優れていると。二つ目、水分含有量が少なく、長期保存が可能だと。で3つ目、簡単に食べられます。そして4つ目ですが、加熱による栄養の損失がないという大きな特徴があるそうです。またですね、栄養価が高いのに食べにくい食材、有効成分が残っていても形が悪い食材とかね、あとは傷があるなどの理由で廃棄されている食材も、瞬間高温高圧粘性法を使えば食べやすく加工することができるんだそうです。遠山鉄工も、瀬戸の、ですね、うまか焼きですね。瀬戸のうまか焼きというですね、ネットショップを運営しています。あ、ごめんなさい。遠山鉄工じゃないですね。瀬戸鉄工もですね、瀬戸のうまか焼きというネットショップを運営してますね。主力のいりこ以外にも、瞬間高温高圧粘性法を使った、小豆、玄米、玉ねぎ、エビなどのね、商品を販売しています。この瀬戸鉄工なんですが、現在では加工水産物の製造業とか菓子製造の許可も得て、本格的に食品業界に参入しました。今ではですね、自社のオリジナル商品の製造販売だけでなく、瞬間高温高圧粘性法を使った新商品の開発コンサルティングも手掛けているということです。今日もですね、最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。